玉野競輪場は、岡山県玉野市にある競輪場。施設所有及び主催は、玉野市。競技実施は、夜間、西日本地区本部中四国支部。玉野競輪場は1950年に開設された。記念競輪として、瀬戸の王子杯争奪戦が開催され、近年は3月に行われることが多い。なお、2020年度の記念競輪は改修工事の、 金合いもあり、広島競輪場を借り上げて開催された。過去には2000年12月にはふるさとダービーが、2005年2月には西大座戦が、2010年2月には東西大座戦がそれぞれ開催された。今後は2022年7月16日から18日に、登場では初開催のサマーナイトフェスティバルが開催されることになった。 マスコットはユニークな顔の競輪選手をイメージしたガッツ玉ちゃん。それにちなんでガッツ玉ちゃん杯が開催されている。また、岡山県におとぎ話、桃太郎の伝説が伝わっていることにちなんで桃太郎杯が開催されている。トータリゼータシステムは日本トーターを採用しており、投票締め切り前音楽は同様の桃太郎が使用されている。 2016年1月11日からの開催より、ミッドナイト競輪が実施されており、通常のナイター競争も、同年11月19日からの開催を、シャイニングナイトレースの愛称で実施した。翌2017年以降も継続している。2020年3月5日から8日にかけて、行われた、記念競輪では、政府を呼び、 関係省庁からの COVID-19 の影響で無観客開催で実施されたが、車検発売が電話ないしインターネット投票に限られたことから、4日間の総売り上げは19億2843万7900円と、前年比35.9%の大幅ダウンであった。また、4月2日から4日にかけて開催予定であったファイが公営競技としては、 初となる新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止となった。一方で同年のゴールデンウィーク期間中は日本選手権競輪をはじめ全国各地で競輪開催が軒並み中止となり少ない開催に電話ないしインターネット投票が集中したことから 5月5日から7日のファイの売上が当初見込みの4倍となる16億4952万600円に上った。今後は競輪場併設としては全国初となる選手宿舎を兼ねたホテルが場内に建設予定である。ホテルの包括追託事業者には株式会社チャリロトが内定し建て替え事業に伴い初期費用の約20億円は玉野市が負担するが 同社も、自己資金20億円以上を投じて整備し、玉野市から借り上げた、競輪場南側の土地に建設する。設計から、建設、完成後の運営までを株式会社チャリロトが担う、デボ方式で、ホテルは8階建て、客室数は100室余りにする計画であり、2020年度から、段階的に整備し、同年夏頃から、メインスタンドなどを、解体。 2022年の開業を目指す。ホテルだけでなく競輪場の運営も同社が受託し、玉野市に対して、毎年度3億円以上の収益を保証し、不足した場合は補填する契約となっている。2012年3月17日の開催から、シゲ活式投票にあたるチャリロトを発売しているが、グループ開催への移行により、 それまでのキャリーオーバーによる発売は11月18日を最終日として一旦終了することになり最終日は特例として書く掛け式でキャリーオーバーがあった場合は一つ外した目でも適中の扱いとしていたが適中者のいなかったチャリロトの1347,750円は玉野市の収入となったその後キャリーオーバーの対象外である ジャリロートさんの単独販売を経て、その他の方式は12月13日の開催より、キャリーオーバーを共有する、グループ C としての発売となり、奈良競輪場、高松競輪場、高知競輪場、広島競輪場と共有している。2016年3月19日から場内に、ジャリロートプラザが開設され、会員登録により、場内でのシゲカツ式購入が可能となっている。 400メートルを採用している。やや円形に近いバンクだが、癖の少ない、走りやすいバンクである。みなし直線が、佐世保景林場に次いで短いが、風の影響の方が強いため必ずしも、先行有利ということはない。一方で、ミッドナイト開催時は、風の影響を受けることが少なく先行選手が有利となり、昼間開催時とは逆のコンディションとなる。 高台より瀬戸内海を望める競輪場としてシーサイドバンクの愛称が付けられ親しまれているが参考ナー付近に建物がないためそこから流れ込んでくる海風の影響を受けやすい以前は鳥取県鳥取市南熊408番地にサテライト鳥取を設置していたが2021年3月31日をもって営業終了したありがとうございます